ゾフィー・ホン・ビュルテンベルクは、オランダ王・ウィレム三世の最初の王妃。オランダ五名では、ソフィー・ファン・ムュルテンベルフ。ビュルテンベルク王・ビルヘルム一世と、ロシア王女、エカテリーナ・パブロブナの次女として、シュトゥットガルトで生まれた。ゾフィーの誕生後間もなく、エカテリーナは急成したため、父方の叔母カタリーナに育てられた。ゾフィーの結婚相手として、 最初ギリシャを襲う一世やブラウンシュバイク公、ビルヘルム八世の名が取り沙汰された。新興国だったギリシャに、父ビルヘルム一世は関心を持たなかったので婚約は成立せず、ブラウンシュバイク公にもゾフィーはすでに他の相手と、婚約したと噂を流して諦めさせた。1839年6月、共に母方のいとこである、オラニエコーウィレムとシュトゥットガルトで結婚した。 夫との間に三男を設けたが、結婚当初から、ウィレムの絶え間ない浮気に悩まされた。これを理由に別居を考えたが、王国内の重要な地位にいることと、王太子妃としての義務感からこれを思いとどまった。ゾフィーは、ヨーロッパの科学者たち数人と文通をし、また、ナポレオン三世やビクトリア女王とも親交が深かった。いくつかの事前援助をしていたが、動物愛護と、 公園建設に力を入れていた。1855年から、ゾフィーはウィレムと完全に別居し、ハーグ近郊のハウステンボス宮殿で1877年に死去した。59歳。彼女は、ウェディングドレスを着て埋葬された。彼女は結婚した日に、自分の人生が終わったという嘆きと皮肉を込めて、自分の葬式の際、ウェディングドレスを着たまま埋葬されるよう生前に、 遺言を残しそのようにされたありがとうございます